げてみます。おお、はい、どうも作太郎です。今日の庭キャンプ場はこのように雪で覆われております。はい、そして山側に作ったブッシュクラフトシェルターですね。今日はこちらで撮影していきます。はい、そして最近新たに仲間に加わった本間製作所クッキングストーブですね。今日はこいつを使ってじっくりことことビーフシチューを作っていこうと思います。牛すね肉と筋肉が安く売ってましたのでね、購入してきました。合計1キロです。あと玉ねぎが2個、デミグラスソースですね。あとブラックチョコレートです。赤ワインという感じになってますね。とてもシンプルです。これをじっくりことこと2時間か3時間くらい煮込んで柔らかいビーフシチューに仕上げようと思います。玉ねぎに塩をしてじっくりしんなりするまで炒めます。これ表面が白くなるまでこの中で炒めます。ちょっと強引って感じありますけどね、肉多かったかな。赤ワインを下下まで入れます。デミグラスソース1缶です。はい、ビターチョコレートです。はい、このままとりあえず2時間煮込んでいきます。液体が少なくなったら蓋をします。はい、雪がちょっと雨っぽくなりまして、このままじゃずぶ濡れになってしまいますので、こちらの屋根付きサイトに移動したいと思います。はい、無事移動完了しました。これで快適にデイキャンできます。はい、完全に雨になってしまいました。移動して正解でした。はい、少し煮詰まりましたので軽く蓋をして、はい、これでさらに煮込んでいきます。はい、すっかり日が暮れてしまいましたね。私にしては珍しくライトアップしております。はい、結局3時間煮込みましたね。2時間ではちょっと硬かったような気がしましたので3時間煮込みました。開けてみます。おお、いい感じですね。はい、私の知り合いに天海あかねさんという長野県出身の声優さんがいらっしゃいましてですね、その方からなんとワインをいただきました。どうもありがとうございます。山ソーヴィニヨンという山ぶどうとカベルネソーヴィニヨンというぶどうの品種を掛け合わせた長野県ならではの赤ワインですね。今日はこの赤ワインを飲みながらビーフシチューを食べていきたいと思います。
うん、いい感じ。よいしょ。うん、美味しい。面白い味だ。山ぶどうってね、とっても酸っぱいぶどうなんですけどね、その酸味をですね、このカベルネソーヴィニヨンっていうぶどうが、緩和させて、とてもいい感じに一体化しておりますね。まろやかな感じの中にも酸味があるという感じです。美味しい。待ちに待ったこの時間が来ました。いただきます。うん、はい、3時間で十分柔らかいんですけど、トロットロになるにはあと1時間って感じですね。あとこの場所でじっくりコトコト1時間くらい煮込みながら、ワインを楽しんで、その後は家に入って、妻とさらにビーフシチュー楽しんでいきたいと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。失礼しまーす。